おはようございます。釣り子 TV です。年末も近づいてきてね、そろそろ、まあ今年買ってよかったものとかね、いろいろやっていこうかなと思うんですけども、まず第1弾はね、これ、SLXDC シマノのリールですね。で、ギア比はね、8.2 対1っていうことで、ハイギアのね、リールを選んでみました。で、使ってみての感想なんですけども、本当に今のね、お求めやすい価格のリール、使いやすいなーっていうのがね、正直な、感想です。SLX シリーズっていうのがね、もともと結構買いやすい値段帯にいろいろなね、機種が投入されているなーという印象なんですけども、まさにまさにといった感じで、DC 機構がついていてね、本当向かい風とかでもトラブらず、あとはね、遠くにルアーを入れたいっていう時もしっかりとね、遠くにルアーが入れられてっていうことで、SLX シリーズはね、DCXT っていうね、新しいのが投入されるよっていうね、アナウンスもされていたんですけども、それも相まってかね、非常にちょっとね、買いやすい。1万円前後で買えたかな。それでね、ああ、これはいいやと思って、まあ1万円前後で買えるリールを、こまめに乗り換えていこうかなっていうのは、まあ海で使うっていうのもあって、結構ね、いっぱい使うんで、どうしてもね、海で使っても OK だよっていう機種とかもね、潮でガビガビしてきちゃうんですよね。そんな時にまあ1万円前後で買える機体を、なんだろう、乗り換えていくっていう、こういう作戦でいこうかなと思ってね、SLX、DC どうかなと思ってね、使ってみたわけなんです。SLXDC だとこう差し色でね、この青が、ポイントポイントに入ってるんですけども、たまたま自分でね、作った竿が結構ところどころにこう、青い装飾をね、青いアワビとか青いスレッドとかね、入れているんで、まあこの竿で、どんなリールが合うかなと思ってね、あ、SLX シリーズってこう、青がビシッとね、差し色で入ってるから締まるんじゃないかなと思ってね、そこら辺も、これを選んだ理由でございます。あとはね、このロープロファイルなね、握り込みやすさ。自分ね、非常に手が小さいんで、ギュッとね、握って力を入れてね、コントロールしたいっていう時に、どうしても丸型リールより、こういった感じのね、なんだろう、ギュッと握り込める形が、非常にね、使いたかったんですけども、そういう時もこの SLXDC ね、非常にね、握り込みやすくて力が込めやすい。なんで、まあ、ルアーも投げやすいし、そんでもって、まあ、ドラグの効きなんかもね、バッチリだったんで、非常に使いやすかったな、という印象です。あとね、ドラグが出ていって欲しい時にしっかりと、出ていって、欲しい分出ていくっていうね。これによってね、今年、なんだろう、釣りの大会なんかもあって、シーバス釣りね、よく、一年中、断続的に通ってたんですけども、今年釣った70アップとか80アップは全部ほとんどこのリールじゃないかな、ね。ここぞというところで、しっかりとね、魚をバラさずに手元まで連れてきてくれたっていうことでも非常にね、思い入れのあるリールとなりました。この SLXDC がね、すごい使いやすかったので、がぜんね、DCXT の方がね、気になってきたので、タイミングではね、そっちもね、また買ってみようかな、なんていうふうに思いますけども、これの上位機種が出た今、これね、すごいね、お求めやすい感じになってるんじゃないかなと個人的には思うんで、なんか DC 機構がついていて、使い勝手のいい海でも使えるリールないかな、なんてお探しの方はですね、ぜひぜひ、もう結構前に出たリールなんで、いや、そんなの知ってるよっていう人もね、多いかと思うんですけども、改めて、今年秋のシーズン一通りね、やりたい釣りで使ってみて、非常に使いやすかったよ。ね。まあ、自分は178、まあ、180ミリサイズぐらいのね、ビッグベイトを、ビッグベイトにしてはちょっと細めの糸で、操るときなんか、すごい心地よく使えております。
ね、また太い PE を入れてもうちょっと大きめのねビッグベイトをやるときとか、またねそれに、合ったリールなんかもねあるんで、それはまた、追ってご紹介していこうと思いますけども、今回はね今年大活躍してくれたリールを振り返るっていうことで、まずはね、この SLX をね、取り上げてみました。またねちょっと動画ではねいっぱい出てくることあると思いますんでね、あれまた使ってんなーなんていう風にね思い出していただければと思います。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、今年のですね大活躍した、タックルを紹介していく、シマノの SLX DC、これが、すごい使いやすかったよ、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。もうちょっとドッカンバッコンあるはずだったなと思ったけど、なんだこれ、ほんと今年は読めねえな。54分か、キリですかねこれね、これ先細り感がこれ結局にもう浅く打ったから力、あっしゃおっしゃ、しのぶでかい、やってんな。これはあげとこうか。いるんだね。いるわ、いたね。ブラッドスタイル釣れるわ。忍び行く？やべ。大丈夫？でかい。やったんじゃない？バランス。やったんじゃない？俺がタモ入れ失敗しなきゃ。ちょまだ行く。これ写真撮ってたらだって終わんないよ。もうちょい。まだだよ。よし、行こう。よっしゃ。